午前9時半の名古屋駅新幹線乗り場です。去年は空席が目立っていた指定席も今日はほとんど埋まっているように見受けられます。3年ぶりに行動制限のないお盆休みということで、東海道新幹線は朝から自由席が 100% を超える乗車率に。甲子園球場に高校野球を見に行きます。石川県の方まで行きます。帰省です。コロナの感染者数が高止まりしていることもあり、事前に検査を済ませてきたという人も。自分で持ってる抗原検査キットで PCR 検査をして地方に行くので安心して行ってきます。そんな人たちで朝から大混雑したのが、こちら金山駅前の無料検査場です。朝からたくさんの人が検査を受けに並んでいます。コロナの無料検査所、金山駅前に臨時で開設されたこちらの抗原検査所は最大1時間半待ちに。浜松に帰るので、でそれで一応高齢者がいるんで受けとこうと思って。無料とはいえ、今日の名古屋の最高気温は 34.5 度、炎天下の中それでも安心をと大勢の人たちが我慢です。日陰も全然ないですね。大変だこれね。もうちょっと日陰があるといいかなと思うんですけど、まあ無料なんで文句はそこまで言えないですけど。一方、空の玄関口ではこちら国際線のチェックインカウンターです。皆さん大きな荷物持ってらっしゃいます。シンガポール、基本的にはゆっくりしようかな、まあ、食事と、はい、楽しもうかなと思ってます。この2年ぐらい行けてなかったんですけど、まあ、夏は1回ぐらい行きたいなと思って。セントレアの国際線予約者数はおよそ 16,700人と去年のおよそ12倍に。ただコロナ前の2019年と比べるとわずか 7% ほどの水準にとどまっていて、今日も運行しているのはアジア行きの4便のみでした。バンコクに行きます。主人 の、 海外赴任先に2年越しで今回ようやくあんま会えないんで正直結構嬉しいです。コロナ禍でなかなか、帰れなかったんで、まあ、今ほぼ3年ぶりにちょっと行くことになったんで、私より多分この子を私の両親は会いたいっていうことなんで、まあ、できればちょっともう家族との時間をちょっと多めにしようかなっていう感じではあるんですけどね。この地方の行楽地はというと、三重の伊勢神宮。朝から県外ナンバーの車で駐車場は満車となりました。車の中にアルコールとかいっぱい詰めてして、暑いのでやっぱりこうマスクは人混みのところではやって、外では外すとか、ちょっとそのあたり気をつけながら。飲食店や土産物店が並ぶ内宮前のお祓い町通りでも、家族連れや若者らが食べ歩きを楽しむ光景が見られましたが、団体客が減っている影響は依然大きいようで。若い方が多くなってくると食べ歩きが多くなってくるので、はい、僕らみたいな土産屋に関してで行ってくると、経済的なものを売り上げに関してはそれほど伸びが大きくはなくなってしまうかな。一方、お盆休みは近場で楽しむという人たちも。乾杯。首が名古屋のキャンプサイト、守山区の小畑緑地に去年オープンしたおばったべった。15日まで予約でいっぱいです。どこも行ってないですね。やっぱりいっぱい遊びに連れて行ってあげたいですね。去年の夏はもうおとなしくしてました。本当に幸せです。去年2年前楽しめなかった分楽しみたいですね。3年ぶりのキャンプという人も。ワンちゃんも嬉しそうです。飲食業界に勤めるこちらの男性、お盆休みが書き入れ時ということで。今年ちょっと盛り上がってきたところでまた感染者が増えてきたので、ちょっとまあ気をつけながら明日からまたお仕事、お盆も頑張ってやっていきたいと思います。